シルバー・チャームはアメリカ合衆国の競争馬、シュボバである。1997年のアメリカ二冠馬で、1998年のドバイワールドカップの優勝馬。2007年アメリカ競馬伝堂入り、アメリカフロリダ州のスコット・ダッドレフイ夫妻の牧場で生まれた。主戦騎手はゲイリー・スティーブンス。2歳となった1996年にアメリカ合衆国でデビューした。 翌1997年5月3日、単勝2番人気で迎えた、アメリカクラシック3冠初戦のケンタッキーダービーでは、迫る本名はキャプテンボジットを頭差しのいで優勝し、バラの霊を授かった。3冠2戦目となる同月17日のフリークネスステークスでは、同じく足毛のライバルであるフリーハウスに、ここでも頭差せり勝って2巻を達成。 アファームド以来となる3巻の期待がかかった6月のベルモントステークスでは本命に押されるもタッチゴールドの2着に終わり3巻を逃した。しかし2巻が評価されこの年のエクリプス賞最優秀三歳母場に選出された。小馬となった翌1998年3月にはアラブ首長国連邦のドバイワールドカップへ遠征し地元のスウェインに競り勝って 世界最高額の優勝賞金を手にした。その後4戦して、同年11月、アメリカ最大の競争である、ブリーダーズカップクラシックに出走。同年のブリーダーズカップクラシックには他にも、スキップアウェイ、スウェイン、ビクトリー・ギャロップ、コロナドズ・クエスト、オーサム・アゲイン、ジェントルメンといった近年稀に見る豪華なメンバーが、出走していたが、スキップアウェイに続く2番人気に支持された。 レースでは再び、スウェインとの叩き合いとなり、スウェインには先着したが、3番人気のオーサムはゲーに、コースの内側を救われ2着に終わった。翌1999年3月、再び遠征したドバイワールドカップは、前年の優勝馬として期待されたが、競争中に微出血を発症して6着に敗れた。さらには、同年6月の競争でも、 再び微出血を発症して4着に敗れ、この競争を最後に競争生活から引退した。最後は燃え尽きたが、勝つ時はいつも競り合いを制してのもので、ず抜けてはいなかったが実に勝負強く、フリーハウスやスウェインといったライバルと数多くの名勝負を残した。1999年にブラッドホース氏が選出した20世紀のアメリカ名馬、百戦で、 第63位に選ばれたほか、2007年には、アメリカ競馬の殿堂入りを果たしている。アメリカ合衆国22戦11勝、アラブ市長国連邦2001勝。2000年に、アメリカケンタッキー州のスリーチムニーズファームで、種ボバとなる。2004年に、日本中央競馬会に買い取られ、日本に輸出され、翌2005年から新飛騨課長しずないの日本継手場。 境界ない種馬場で供用される。日本での共用初年度は102頭に種付けして、後に69頭が決闘登録された。2007年、この年の種付けシーズン終了後、青森県にあるジャバナナコシ種馬場に移動した。2008年6月18日に、旭川競馬場で行われたフレッシュチャレンジをシルバーカテリーナが制して、日本へ輸入後に誕生した。 内国産の産区が初勝利を挙げた。この年の種付けシーズン終了後、ジャバ、イブリタネウマ場に移動した。2012年の種付けシーズン終了後に、ジャバ、シズナイタネウマ場へ移動した。2014年をもってタネボバを引退。アメリカへ帰国し、オールドフレンズで、功労馬として、余生を過ごす。ありがとうございます。